ドラム2、高速道路の崩壊にヤツが巻き込まれた。確認した。プロフェットは依然ルーズベルト道路を北上中。煙と埃だらけだ。注意して進め。ナノビジョン起動。援護が欲しい。セルの検問所がある。そこを突破するんだ。チェックポイントに突入し、車両を追い抜く。使用可能。車両に乗ってここまで来てくれ。こっちはそれほど持たないぞ。交番線か。こちらトラブルを上げると。チェックポイントを電光台に増援を求む。了解した。トラブルを上げ、増援が向かった。ナノビジョン起動。
動。Come on, come on.
な脅威を確認。目標をアップデート。戦術オプション使用可能。私の彼女から借りているアパートがあるから、そこで落ち合おう。そこから遠くはないぞ。ただ、住所を実験室のデータベースから削除するのを忘れたんだ。やばいな。俺のデスクの端末にしっかり残ってるはずだ。奴がアクセスコードを解除したら、おしまいだぞ。あそこに行ってコンピューターを破壊してくれ。急げ。